体感眉ゆし、なんとこれまでで基礎編が全て終了したということで、今回からはステップアップ編に突入です。でも私基礎できてました？今回不安です。頑張ります。一体感毎日。それでは今回教えてくださる方々はこの方々です。どうぞ。どうもどうも、じゃあこんにちは、お願いします。お願いします。ではまずは自己紹介お願いします。粟田慎也ディフェンスです。背番号17番、順番バラバラなんですけど、将来の夢はパイロットかアパレル店員です。どちらも服装重視です。いや、子供が言う目標、もう大人なのにねえ、いつまでも夢を追いかけるタイプです。よろしく。ありがとうございます、はい、はい、大丈夫。ではまずは呼び名決めましょうか。そうですね、はい、僕がまっちゃんです。いわです。そしてしんちゃんです。しんちゃんしんちゃんでいいですか？はい、クレヨン。クレヨンで。クレヨンの方です。クレヨンで。あ、真似したよ。いいね、はい、じゃあ私もしんちゃんで呼ばせてもらいます。はい、はい、しんちゃん何を教えてくれますか？今日は1対1のディフェンスを教えたいと思っています。ディフェンス？ディフェンス、あの今までボールを使っていろいろやってたでしょ、うん、はい、それが今回はボールを奪うって、サッカーには大事な要素なんですよね、はい、もちろんディフェンスっていうのは。それを今回一気に難易度上がってません？そう、まあ、はい、もう教えるもんないかなと思って基礎的なことやったでしょ。あ、はい、そうです。だから今回はちょっと難易度上げて、はい、はい、しんちゃんにディフェンスのこうどうやったらボール奪えるかっていうのを教えてもらいたいなと思います。お願いします。はい、よろしくお願いします。一体感。はい、じゃあまずはですね、ウォーミングアップということで、じゃあイワがディフェンスね、はい、でしんちゃんがボールを持ちます、はい、でこれがまあフォワードとしてね、攻める人で守る人としてボールを手に持ってあなたの後ろの方に抜けようとします。ボールを持って、はい、ちょっと抜いてみる、はい、それをバックステップでボールを触らずについていくだけ。いやす、はい、ついてく、ついてく、ついてく、そう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 おい、サンバのリズムになってるよそう、そしたら前に行く。ああ、いい、面白い。とにかくステップを、そうそう、ついてボールに対して、はい、うん、意識すること、意識することは、はい、意識することはやっぱ足のステップの踏み方です。ああ、なるほど。ちょっとじゃあしんちゃん見せてもらおうか。あ、お願いします。これが本当の、はい、ちょっとスピード上げる、はい、ボールをまあ距離的にはどれぐらい？いや、もうできればどんどん近ければ近いほどいいですね、自分が抜かれなければ、うん、そう、近いほどでもこう行かれるとついていけるかどうかっていうこともある。だからこの距離感っていうのがある。でいくよ。はい。早い早い早い。この足のステップ。あ、でこう。でまたこう。これができるように。足の運び見た。ああ。そう。こうやってたけど、でこっちになった時、そう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 。おお。あ。足も関係してたんですね、はい、うん、それもう一回じゃあやってみる。お願いします。込みで、はい、いきます。はい、ゆっくりで、どうぞ。はい、はい、おお、いい、おお、そっちえ、この手はどうする手はもう手は自由、踊ってるみたいな感じで、あ、自由、おお、いい、素晴らしいです。そう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 。え、姿勢はボールでいいですか？姿勢はボールです。おお、オッケー。はい、どうだった足の運び？あ、さっきよりはなんか上手にできた気がします。どういうの意識したの？行く足を、なんだろう、なんて言えば、運び方、足の運び方、うん、今のクロスステップ、クロスやろ、足を常に体が半身状態になってるから、うん、ボールに対してどっちにも行ける。バックだともうこう後ろになっちゃって、うんうん、どっちか行った時にこう倒れちゃったり対応できない、そう、遅れたりするっていう欠点があるから、特にディフェンスとかはクロスステップっていう重要では、常に足を揃えないようにこう
半身で揃えるとこうなっちゃうといけないんだ。でもまあ揃うディフェンスもあるんですけど、ね、海外ではまあね、確かに、はい、この後だからその1対1の時に、あのクロス足をこうどっちかに向けるっていうのもやってもらうね。はい、そうです。ウォーミングアップはこれぐらいでいいかな。はい、一体感。はい、じゃあ次はですね、ウォーミングアップの流れからさっきのクロスステップを意識して1対1をします。じゃあちょっと、僕はフォワードですね。はい、でしんちゃんがディフェンスします。はい、でこうボールを返した時点でスタート。でさっき手に持ってたけどそれを足にバージョンに変えて1対1をすると。あ、そうそう、ほんで、はい、どっかで取ってもいい。ついてって取る。そうそう、体入れて取る。あ、これが1対1の基本的な練習。へえ、そう、ゆっくりならできるね。はい、やってみようか。はい、体入れるタイミングとか難しそうですね。この時ちょっと意識することって何？やっぱ相手のボールの離れ具合とか、タイミングをしっかり見る、ね、ちょっと相手がドリブル大きいなと思ったらそこに体入れる。あ、でもこうこんくらいのドリブルだとやっぱここに間、はい、体入れるって難しいんで、それも相手多分狙ってるんで。なるほど。あとはおびき寄せるじゃないですけど、おびき寄せ、自分が行かせたい方向にどんどん行かせる。そんなにコントロールするんです。そう、すごいっていうのは確かにね。ここはすごい意識します、1対1。こう振られて振られてやと相手に主導権、自分から逆にこっちに誘い込む。こっちにはもう変えさせないようにして離れたのを体入れるとかっていうのもある。